はい、こんにちは、スワクテカと申します。皆様に悲しいお知らせがあります。この前の動画でですね、新ルール、リンク召喚、そしてエクストラカードゾーンという存在により、エクストラデッキからモンスターカードを1枚しか出せないようになって、十二支は滅んだ、駆逐された、滅亡したと言ったと思うのですが、申し訳ありません、彼らは全く滅んでいなかったんです。はい、その意味を今お見せします。まずいつも通り開業発動します。こうがデッキからもろもろと持ってきます。でもういつも通りいきます。ワイドでブルホン効果からもろもろと持っています。はい、で効果バイバーサーチします。はい、でタイグリス効果でもろもろと持ってます。効果でそれからもろもろと持ってきます。はい、そしてドラジでライカでこっちのこのマット特殊召喚します。はい、ここでですね、出すのがこちら、ミセスレディエント、地属性モンスター2体を墓地に送って、リンク召喚できますっていう地属性モンスターですね。ライカで召喚したこのトムとこのカードを取ります。はい、でリンク召喚ができるようになりました。左下と右下ですね。じゃあ右下にバイパー持ってきます。ドラシアですね。次こちら左下にエメラル持っていきます。効果で墓地の3枚戻してワンドローします。ワンドローしました。はい、ドランシアエメラルの布陣できましたね。しかもリンクモンスターもいるという、このリンクモンスターがもし強い効果を持っていればさらにエグいことになると思います。はい、悲しいですね。結局十二支の呪縛から僕らはね、解き放たれることはないんですね。それでですね、これは今開局から発動したわけですけども、多分もっと強い動きはあると思うんですけど、通常召喚モルモロットからも十分いける、しかもリンクカードを入れる必要もないということに発見されました。そっちの動きも見ましょうか。はいはい、で通常召喚モルモから動く動きは、あるツイッターの方からですね教えていただきました。うん、だいぶリツイートされているので見た方もいるかと思いますが、下の方にそのアカウントのね、教えていただいた方のアカウントをね載せておきますので、できればそちらから見ていただければすぐわかると思います。ではやっていきましょう。使うカードはこちら、純子の総国ですね。はい、いきます。モルモラットを召喚します。効果、この純子の総国を墓地に送ります。で、エクシーズ召喚するのですが、まず、あ、違う、ごめんなさい、ドランシアから。ドランシアから出します。うん、で、ブルホン。で、ブルホンの効果で、ドランシアを墓地に送って、バイパー。できます。うん、ここまではもう十分ですよね。で、上から、ライカですね。で、このライカで、墓地の、ドランシアを蘇生します。このカードは蘇生した時、場合、エクストラカードゾーンではなく、メインカードゾーンに置かれますね。うん、で、上から、どこ行ったっけ？はい、ワイルドボー、乗せますね。うん、で、ボーのモルボ効果で、ライカを切って、敵からね、モルボナットを持っています。あ、これ反動ですよ。よっとと、そして、後ろからタイグリス、うん、タイグリスの効果でモルモを切って敵からモルモを持ってきます。うん、だったで、タイグリスの効果、うん、でドランシアに、まあそうですね、うん、まあ何でもいいや、はい、ここの辺、はい、持ってきますね。うん、でここで十二支の総合の効果、メインゾーンのドランシアにエクストラカードのモンスターを素材にします。これね、ペイペイ、いっぱい増えました。まあここ縦で解いた方がいいかな。でここでいっぱいなくなったので、エメラルが立ちますね。でエメラル効果、
まあ、なん、まあこれでいいか。はい。デッキに戻して、シャフル。ワンドロー。となります。このカードを入れなければならないっていうのはあるんですけど、総国というね。それでも十分、通常召喚からでも動けるということになります。いやー、恐ろしいですね。十二支って無限の可能性ありますね。無限の可能性というべきか、絶望というべきか。ただまあ一つ言う、なんて言うんです?言うべきなのは、このカードを入れなきゃならないっていうね。ハンドに来てしまうと無理っていうのがありますから。まあそこだけは注意かな。このカードを墓地に落とさないと、この動きはできないっていうのがあるので、やはり弱体化は免れない。だから希望はありますよ。希望は。これに対抗するっていう希望はあります。皆さんもどうかね、新環境になって腐らず、十二支を倒そうっていう気持ちを持ってやっていきたいなと思います。しかしまあ、こんなコンボを考えられるとか、ほんとすごいですね。一応まあ教えていただいて、体裁許可は取りましたけども、すごいなあこんなの。よく思いつきますよね、こんな短時間で。僕みたいな人間と本当頭の出来が違う。本当にこういうのを考えられない人間ですから、僕は。はい、それでは以上になります。12C、死なない、秘宝動画でした。みんな腐らず頑張ろうぜ。バイバイ、ワテガでした。